他人の幸福を羨んではいけない。なぜならあなたは彼の密かな悲しみを知らないのだから。正しかろうが間違っていようが自分らしく生きよ。安易に服従してしまう臆病者よりずっと立派だ。教育の根は苦いがその果実は甘い。繰り返し行っていることが我々人間の本質である。故に優秀さとは一つの行為ではなく習慣によって決まる。世間が必要としているものとあなたの才能が交わっているところに天職がある。あなたの運命が形作られるのはあなたが決断する瞬間なのです。最も高い目標を達成するには一歩一歩進むしかないという事実を頭に入れておかなければならない。世の中にはこうも不幸もない。ただ考え方でどうにでもなるのだ。穂が一番高く上がっているのは風に向かっている時である。風に流されている時ではない。現状維持では後退するばかりである。自分自身を信じている者だけが他人に対して誠実になれる。友人とはあなたについて全てのことを知っていて、それにもかかわらずあなたを好んでいる人のことである。あなたの心が正しいと思うことをしなさい。どっちにしたって批判されるのだから。
考えねばならんのはうまくいきすぎている時ですよ。誰かが言いたいことを自分が言わされる愚を避けよ。自分が行動したことすべては取るに足らないことかもしれない。しかし行動したというそのことが重要なのである。満足は努力の中にあって結果にあるのではない。自分の目標を達成している人、あるいは今の自分に本当に満足している人にはめったに出会うものではない。それなのに人生を左右するような問題の選択を大多数の意見に委ねるべきだろうか。うまく使えば時間はいつも十分にある。自分一人で石を持ち上げる気がなかったら二人でも持ち上がらない。前進をしない人は後退をしているのだ。美しい景色を探すな。景色の中に美しいものを見つけるんだ。私は悪人ですというのは、私は善人ですというよりもずるい。幸福の話をこれほどまでに聞かされてなかったら、人間はもっと幸福だったろう。人は運命を避けようとして通った道で、しばしば運命に出会う。なりたかった自分になるのに遅すぎるということはない。他人を押さえつけている限り、自分もそこから動くことはできない。
富士山に登ろうと心に決めた人だけが富士山に登ったんです。散歩のついでに登った人は一人もいませんよ。自分を愛せない人を他人は決して愛しません。人から愛されたいと思うなら、まず自分自身を愛することから始めなさい。根が涙を宿すことができなければ魂に虹はかからない。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。